天砲を打ってみたいと思います。まあ、MJ をメインなんですが、天砲も気分次第でと。ちょこちょこと。トンドライチ2000点の一泣きでいいかなと。これ、統一ばっかりで、ドラの吐くか、トンが出る前に何かもう一つ重なれば、ドラ短期のチートイでいいんですが、この4統一の形はメンツで厳しいんで、都合よくあんこにでもならない限り、なかなかほぐせないので、トン出る前に、あ、ナイス。重なってほしいと。ごといつになると、あ、ドラも吐くですし、チートイ固定かなと。天砲は1000点、2000点みたいな結構シビアな点数で、勝負が決まることが私の経験上多いんで、ドラの吐くポン8000みたいな。結構致命的です。あ、イーソー2枚切れでした。町としては三蔵3枚の下。いいなぁと。思ったんですが、2枚切れ。おう。いや、町としては優秀なんですけど、一応、保留ですね。これ赤ウーピン別にいらないです。チートイドラドラでいいので。あ、ナイス。ドン。なんか、リャンゾーとか、いい牌引くようであれば、赤ウー捨てて、64にしようと、思っていました。トン2曲、シャーチャ。手格好が良くないので、まあ、自敗。まあ、手なりですね。手なりで。まあ、国士行ってた方が、国士行って途中でリーチ来て降りる。このくらいがちょうど良かったかも、しれません。捨て牌見ると3人ともピン不敬なんで、自牌のみ、クイタン、面前リーチ。ドラはスーソー。チュンの合わせ打ち。トンも出てきたんで、トンも潰しておこうと。自敗のみであれば、吐くか発かなと。手が伸びてきたら進むと。そんなに攻める場でもないと思ってるんで、お、ただ。6チッパにもなるかも。クイタンも見ますね。パーピン1枚ぐらい外しておきたい。まあまあ。とりあえず手なりで、3ピンかリャンゾーどっちかをジャントーにしつつ、できれば4万に何かくっつけて、9万切ってタイヤ王の方に。ただこれ2、3とか。クイタン難しそうな形はしてますが、ポンからなら、チーからはきついですが。今となってはパーピンちょっと返してほしいと。見さしも見えるんで。半分折りの気持ちで今売ってるんで、マンズが高いですね。誰もマンズ切ってない。チー。ポン。みんなテンパイを取りに来た。
人泣き、経典狙いで言いそうチームもありかなっていう形。ファースは親の現物。PP は大丈夫。あと、ツモは2回。背底なので、背底ロンも。チー。あ、チー。チー。ミトさんどっち安全だろう。まあ、ドラが出るとは思わないんで、K 点で。危ない。ロン。やっちまったというか、これは振っちゃダメな一曲で振りましたね。半分折りって言ってた曲で振ってたわけ、振ったわけなんで。むしろ泣かずにも、半分折りって自分で言ってるんで、目先の経典じゃなくて折り、折り。ここは降りるところだと。頭で思うだけじゃなくて実際に。打牌も、テンパイを取らずみたいな打牌をできれば、よかったなと。2茶と200点差、リーチかけると3、2茶に落ちます。まあ、親が残ってるので、ここで逆転されても、最後一気にまくるぞと。ちょっとペンチャン2つは嫌なんで、片方、裏目ってもいいので、片方ぐらい潰しておきます。捨て牌見ると右が、まあ、想図がまだ出てない。上は、結構真ん中の牌、またこっちも想図が出てない。左は親なんで、そんなに、変則で狙ってこないでしょう。上がりを、最優先に来るでしょう。あ、これはきついな。この点数で親り、親マンみたいな強烈な手だと、致命的になります。スーパーピンは切りたくないですね。変に手が伸びてくる。まあ、これ、ションパイ危ないんですけど、もう切る範囲ないので、突っ張っただけ。切る範囲ないぞ。ちょっと、交代します。なんか嫌な予感がしたんですね。親リーが来て手が伸びてくると。皆さんも多分あると思うんですが、特にリアルであると思うんですが。ちょっと待って、安牌が。シーマン。リアルであるんです。あると思うんですが、相手のリーチ。かかった瞬間にぐんぐん手が伸びてきて、今まで進まなかった手が伸びてきて、まあ、伸びてきたので、自然な形で前に進んだらローンみたいな。ただ今チーマン待ちだったので、実際はローン食らえませんが、ポン。ここは、ポン。
1000点でいい。この点数です。私2万8000で。1000点の間に3人いるみたいな状況なんで、ここで1000点上がって、オーラストップっていう、有利な立場で勝負したいんですが、この僅差だと。ポン。親かぶりのツモ。2000、4000で一気に3茶まで落ちるんで、オーラストップがちょっと、有利とは、言いづらい。ただ、オーラストップで勝負したいと。今の点数だとリーチかけると一気に1茶から3茶に落ちるようなレベルなんで、少し浮いてリーチかけれるぐらいに。かといってシャーニューペースなんで、点数を稼ぎに行く。これ、トラ切る。シャーニューペースである以上は、上がりに行かないとオーラスも。ポン。早上がりの泣きをした以上はもうさっさと先手で。あ。これはちょっとミスというか、運が悪い。供託があるので、この1000点でかいですね。3万点超えます。ここは押したい。パン。まあ。うわ、ドライオン危ない。怖い。ただ、ナイス。ドン。これは左としても、あ、安いし、いいやって。自分が親で、右のビリーが、関してドライオンと。これは、面前リーチだなと。闇ピン、福井炭、自敗のみ、どれも難しいパターンです。あ、すごい。マンズの形が最低と言おうと思ったんですが、最高のところ引きました。一応、オーラストップの3万点超えなんで、ここは闇ピンフ、クイタン、自敗のみですが、できそうなのは、リーチのみがいいとこかなと。こいつには行きません。将来的にリーチが来て、シャア統一落としまで考えて、イーマンをスッキリさせときます。シャアをジャントにしときます。一応イーシャンテンなんで、リーチかけるとでも3万点切るのか。シャアニューの可能性を自分で作ってしまう。シャアは残り2枚。3万待ちか。ちょっと待って、どうしよう。イーマンを、イーマンとシャアのシャンポンなら即リーなんですが、4茶のリーチ。4茶のリーチ。振り込むと一気にひっくり返る。マンガン振り込むと一気に1茶からビリー。こういう可能性まであるリーチです、これは。ただ、降りちゃうと、うわ、掴んだ筋で。よっ。シャーニューになる。おお、これは、先手でいい。どうだ。ああ。リーボーの分。あ、リーボーがなくても、100点でまくられてます。折り、トン2曲の半分折りと言っときながら手が伸びてきて進んだら残句振り込んだ。これ結構致命的だなと。振り込んだ時も言ってましたが、結果見てもそうだなと。配布見たいと思います。今回は上がり、やや、上がりを逃してしまったと。トン1、ドラ吐く。親は右。私がハイパイで4と1。
このハイパイであれば、トンドライチ2000点いいなぁと、一泣きもいいなぁと思ってたんですが、ドラの白を持ってきて、チートいつも考え始めた。トンが出ればポンして白を切るくらいもいいと思います。切るなら早めにと。ただ、トンが出る前にごといつになってくんねえかなと、思ってたら、なったので、ここでチートい固定。親は、リーチ。のみ。上は、初を泣いて、初本一ドラ1にはならなそう。左は遠いです。で、私が、絶好の白を聞いて、本当はイーソーが場に出てなければ、三蔵三枚の下で、イーソーリーチとかいいんですが、ちょっと場に2枚切れちゃってる都合上、仮点のウーピン待ち。上はウーピンが一発で出てきた。まあ、これは、チートイドラドラ64で、トン2局私が右の、人に残句振り込んだ背底かな。なんだかんだでこんな感じになって、他3人がチーチーポンと食いたんかなと。または K 点かなと。実際は上は脳天。左は脳天。右だけサブローピンのタイヤをドラドラ。チー。チー。まあ、私は経点を取るために、ないタイヤをドラドラの泣き。で、まあ、掴んじゃったんですが、まあ、まあ仕方ないか。ただ、この順目、早い順目の方では、この手は多分折りだなと。ドン。その曲に振り込んだんで、あんまり良くない。あ、この曲はサブローピン、上が2ピン、カンをしてタイヤをドラ5と。カン。まあ、チューンのみ先手。オーラス。私が3万点超えのトップ。ただ2茶と3茶も、僅差。なので、私の理想は、リーチ、リーボーを出さない。自敗のみか。闇ピンフ。右は、点差が25なんで、26目指して、リーチドラ1かなと。上はビリなので、もう、高い手を作んないと意味ない。左は三茶。なので、降りれないですね。三茶は、四茶の押し付けを一番食らう立場なんで、一番危ないです。絶好の牌が入った。まあ、なんだかんだありまして、上から、私が天牌、ペン三ワン。リーチかけると3万点切るので、迷って、一応経点。上が、リーチ。リーチドラドラ52。52リーチか。じゃあ上が普通に上がってくれてよかったんだ。ただ4茶のリーチ。1茶2茶3茶がこんだけ点数僅差の4茶のリーチ。振り込めば、マンガン振り込めば、私が4茶まで一気に落ちます。というので、まあ、シャーも、1枚切れか。上は、スーソー。1と7を切った4待ちなんで、これは、ロン狙い。裏ドラ1枚、期待のリーチかなと。直撃すれば3茶に上がるので、直撃して裏乗せれば3茶に上がるリーチ。
なので、ツモだと、あ、でも、ツモ見逃しはないですね。イースピン使ってアチャーと。テンパイ、カンチーソー、タンヤをトラ、1、2、6を理想通りの手作りをした。カンチーソーは上のリーチの範囲なんで、チーソー出るぞと、右は腰タンタンと狙い撃ちしてたと思います。で、予想通り、左が6、7の7の想像を切ってローンと。これは石がちゃんと見える上がりで、しかもまくられて、も結果を振り返ると、あそこのトン2局、折り気味だけど手を進めちゃって、残空直取りされた。まあ、あれが響いたなという一局でした。ありがとうございました。